ご視聴ありがとうございます。ミニゴロウです。今日は、食わず嫌い王決定戦。豆苗好きですか？豆苗って言います。豆苗は、エンドウ豆の赤名なんです。スーツさんという養豆部屋は、豆苗の栽培に失敗したらしいですよ。豆苗好きですか？豆苗は、ベータカロチンを豊富に含んでいます。ほうれん草と同じくらい含まれています。その他にもビタミン E やビタミン K、葉酸やビタミン C も豊富です。初めての豆苗です。くん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 。豆苗美味しいよ。もぐ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 。もぐ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 。ぐぐ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 。もぐ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 。美味しいかな？美味しかったよ。豆苗好きですか？ほら、美味しいよー。食べてないけどね、わら。仕方ない、食べるか。もぐ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 。あ、美味しかった。もう、もう、もう、いいでしょう。ミルワーム食べたい。豆苗もういいでしょ。ペロ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 。もう少し食べるか。もしゃもしゃもしゃ。豆苗が食わず嫌いでした。ご視聴ありがとうございました。